ウォールストリートの道路標識神戸市の北の通りロンドン、ケンジントンチェルシーの典型的なストリートフィンランドのヘルシンキにある有名な通り、アレクサンテリンカトゥー。中世の街、ポルボー、フィンランドのストリート。ストリートは主に英語圏で用いられている市街地の中を走る道路区分の一種。欧米を中心に住所表記の手法としても用いられる。ラテン語で 舗装を意味するストラータが語源で元は舗装道路を意味した。日本語で外来語として借用されたストリートには広い意味があり、街角、行動、公共の場所などという意味もある。道路はある地点と別の地点を結ぶものとして作られた起源があり、二つの地点を結ぶ道の呼び名としてロードが使われ、これは現代の道路区分でも 同じ意味で用いられている。ロード周辺が発展し、道の両脇に建物が立ち始めると、その道の故障はストリートとなった。欧米の英語圏におけるストリートは、ほぼ下記の要件に沿って名付けられている。なお、街道の意味もあり、有名な例として、ボトリング街道がある。英語圏、特に都市計画に基づいて、街が形作られてきた米国では、 下記のような区分で通りが名付けられる傾向にある。基本概念は、ロードとストリートであり、通りの広さや形状、立地に応じて名前が派生していった経緯がある。なお、ストリートとアベニューはその概念上直行していることが多いことから、最近ではそれらの使い分けは方角に応じて行っている都市もある。例えば、ニューヨークのマンハッタンでは、南北の通りを、 アベニュー、東西の通りをストリートとしていたり、デンバーでは逆に南北をストリート、東西をアベニューとしている。アリゾナ州タクソンではグリッド上の都市で東西、南北方向のいずれの道路とも交差する斜めに走る通りをストラベニューと名付けている。これはストリートとアベニューを合わせた語である。道路の主な機能が目的地への輸送であるのに対し、 ストリートの機能は公共の相互作用であるとされる。固有名詞の一部としてのストリートは通常、ストリートと略して書き、第二強制が置かれる。ザ・ストリートといった場合は、その街で主要な踊りを意味することがある。通りはおおむね竜で表現されるが、その他にシャンゼリゼ通りのような並木道もしくは、有名な建築物へアプローチするような通りを指したアブニューという語。 幅の広い大通りを指すブルーバール、車の通らない細い路地パサージュといった単語が用いられる。詳細は各項を参照。ABCD、What's the Difference Between A Street, A Road, One Avenue.With, 2021年2月8日閲覧。英語版出典ディクショナリーアスクヤフー地球の歩き方編集室、地球の歩き方 A07 パリアンド近郊の街中。 11ダイヤモンド社2009年51ページ ISBN 978から4から478058602ありがとうございます。